やっぱ自分のこうお気に入りのバイクで好きな旅をするっちゅうのがめちゃくちゃ楽しいなって思って、綺麗事っすけどみんなやってよみたいな、みんなに伝えたいかなみたいな、まあそれでバイク屋になろうかな日本を代表するバイクって言ったらこうカブか SR か CB か Z ぐらいかなって思ってね、僕が一番乗ってて楽しいと思ったのが SR なんで、それも選んだ理由、若い子が自己表現しやすいっていうことと、あとまあ世界にも進出したいと思ってるんですよ。僕海外にすごい友達多いんで、そいつらと仕事がしたいっていうのもあって、まあ日本車で選ぼうっていうことで SR を選んだっていう。旅？知らんとこうろつくの楽しくないですか？それの延長っすよね。自由じゃないですか。その自由を求めに行ってるって感じ。ちっこい頃からうろうろしまくってたんですよ